皆さんおはようございます。お元気ですか？お元気でお願いします。私はこのビデオを本の生活のビデオを作りたいです。今日はでも私は何か教えてあげたいです。私は1ヶ月前に日本に住みました。それから3日前に会社のアパートへ行きました。そんな長い時間に日本にまだ住んでいませんから、日本語がちょっと大変だと思います。それからこのビデオで多分私は一昨日初めて仕事をしました。文字がいいですけど作りました。字が痛いです。痛かったです。これも痛かったです。8時間ぐらいずっと経ちました。でもいいよ。でもいいです。私は仕事が好きです。大丈夫です。うん、それから今日は仕事を休みます。皆さんは私の、今日は何をするか知りたかったら終わりまで見てくださいね。じゃあ今日は今私は朝ごはんを作ります。じゃあ行きましょう。食べましょう。美味しいかどうかまだ分かりません。じゃあ食べてみています。これは鶏肉です。美味しい。これは、お名前は忘れました。これThank you.
待っている間、日本語を勉強しましょう。一列でピンにみんで、ギで聞いて、シシで行きます。行って覚えてください。覚えてくださいね。皆さん、私のリオはリオじゃないよ。リオじゃありません。これはアパートですよ。私のアパートはベランダがあります。これ見せてあげます。休みでしょ。それから掃除しましょう。掃除の道具はこれです。これの名前は知らないです。インドネシア語でサプと言いました。さっきしました。してからこれ、あでもさっきビデオを撮るのを忘れました。じゃあ掃除は終わりました。リンゴが欲しいですから、スイカを食べてみたい。食べてみます。日本で日本のスイカを食べたことがありませんから、じゃあおいしそう。じゃあ食べましょう。値段が247円です。食べてみます。いただきます。生活のビデオが終わりました。じゃあまた今度皆さん。